狂撃研究会イエスマンノーマン舞台写真2010年3月東京演出富田正久写真は冒頭部合唱隊が登場して劇のテーマを歌う場面イエスマンノーマンはドイツの劇作家ベルトルトブレヒトが日本の脳の谷域を本案して書いた2つの教育劇イエスマンとノーマンの総称である デア・ジャ・シジャーの日本語役題は、デア・ヤーザーガー、承諾者、叱りというもの、ハイという人、イエス・マン、デア・ネイン・シジャーの役題は、デア・ナイン・ザーガー、イナというもの、イエという人、ノーマンなど様々であるが、一般には、イエス・マン、ノーマンという役題で知られる。1946年5月、ベルリンのヘッペル劇場で上演された、イエス・マンの舞台写真。衣装は、 サムライ風のアレンジ。右端で棒を持っているのは教師、下は少年。左奥の三人は弟子たち。ブレヒトが書いた台本はの三種類がある。1921年、イギリスの東洋学者、アーサー・ウェイリーが、日本の脳の脚本を自由訳した英訳本、ザ・ノー・プレイズ・オブ・ジャパンをロンドンで出版した。この本で紹介されている作品の中に、 コンパル全築の作と伝えられる洋曲、タニーキの自由役があった。このウェイリー役のタニーキを、ブレヒトの秘書で愛人だったエリーザベト・ハウプトマンが、ドイツ語へ重役した。それを読んだブレヒトは興味を持ち、この作品を土台として、了解をテーマにした、儀曲、イエスマンを書き、クルトバイルによる曲をつけ、1930年に学校オペラとして発表した。その後、 ブレヒトはこの作品を見た学校の生徒たちの感想や批判を取り入れ違う結末を持つ儀曲、ノーマンを作った上、さらにイエスマンにも新たな脚色を追加した。そして、ブレヒトは今後の上演では第一項を使わず、第二項と第三項の同時上演、すなわち審判のイエスマンとノーマンを続けて上演するよう希望した。しかし、 クルトバイルが曲をつけたのは第一項だけであるため音楽劇として上演する場合はブレヒトの意図に反して今日も第一項だけを単独で上演することが多いイスラエルでのイエスマン上演写真2010年テルアビブにて演出マイカルグローバーフリードランダー写真は劇の後半部山中で歩けなくなった少年の横にが座り 昔からの習わしを語り聞かせる場面。後方に立ち並ぶのは合唱隊。イエスマンの初演は1930年6月30日で、ベルリンで学校の生徒たちによって演じられ、ラジオで放送された。日本での初演は1932年、東京音楽学校総学堂で、指揮はクラウスプリングスハイム、少年役は藤山一郎、死は伊藤武夫、母親は 武田恵美が演じ、クルト・バイル作曲のオペラとして上演された。現在ではドイツ語の原文のほか日本語訳やヘブライ語訳、イタリア語訳、英語訳、フランス語訳など、様々な国の言語で上演される。上実のように、バイルは、旧版のイエス・マンにしか作曲していないため、ブレヒトの指示通り、イエス・マンとノーマンを同時上演するためには、 バイル以外の作曲家による楽曲を使うか、セリフ劇として上演するなどの脚色が必要となる。本作の原作は、日本の能楽谷行きであるため、演出家は、能舞台の簡素さを意識したシンプルな舞台装置を使うことが多い。本作の合唱体は、能の自由体を、劇ともの室内アンサンブルは、能の生やし方を、 それぞれ近代西洋音楽のスタイルに合わせてアレンジしたものである。ただし、ブレヒトが書いたイエスマン、ノーマンには人名や地名などの固有名詞は一切登場せず、時代設定も恋に曖昧にされているなど、無国籍かつ超時代的な物語となっている。そのため、登場人物の舞台衣装やメイクなどの演出は東洋風、西洋風、現代劇風、 歴史劇風など、上演団体ごとに様々で自由度が大きい。2006年、シルバン・レルミットのイエスマン舞台風景。左端に座っているのは少年、立っているのは教師。中央の高いところに登っているのは三人の弟子。右端は合唱隊。ある教師が弟子たちと共に危険な峰越えの旅行をすることになった。教師の生徒の中に母子家庭の少年がいた。 教師はその少年の家に行き、少年の母親に別れの挨拶をする。その会話を聞いた少年は、母親の病気を治す薬を手に入れるため自分も峰の向こうの町へ行きたいと思い、峰越えの旅への参加を申し出る。教師は、峰越えは辛くて危険な旅であり、子供にはとても無理だと反対するが、少年の熱意に押され、最後は旅への参加を認める。 教師の一行は、険しい山を登る。少年は途中で病気になり、動けなくなる。昔からの習わしによれば、このような旅で病気になった者は、谷に投げ込まれねばならない。弟子たちは教師に、習わしを実行するよう迫る。教師は少年に、昔からの習わしを語り聞かせ、それを少年が、了承してくれるかどうか、イエスかーかを尋ねる。いかしか。し 究極の選択に対する少年の答えは、教師、少年、少年の母親、弟子、合唱隊、クルトバイル作曲のイエスマンでは、上演にあたっては、俳優の身体的条件や演出家の解釈により、それぞれの正域や人数を変更することがある。岩渕達次役、ブレヒトギ曲全集大発刊未来社館。 ISBN 978から46億2493万2787に載せる岩渕氏の解説より、早崎エリナ、ベルリン、東京物語音楽家、クラウスプリングスハイム公演情報、昭和音楽大学オペラ情報センター旅行の目的は、第1項と第2項では、山で修行するための研修旅行。第3項では、 街で薬病が流行し、連日犠牲者が増えているため、山の向こうの都市に行き、薬病を治す薬を入手するため、という設定になっている。第1項と第2項では、昔からの起きにより、このような旅で病気になったものは、谷に投げ込まれねばならないという設定。第3項では、救援隊の期間が遅れれば、それだけ、薬病の犠牲者が増える。 昔からの掟きによれば、このような旅で病気になった者は、置き去りにしなければならないという設定になっている。岩渕達次、ブレヒトと戦後演劇私の60年、P7 のハット NHK 教育テレビ、農ーに行き、コンパル流1990年9月24日、放送、出演、岩渕達次山中玲子コンパル安明。ありがとうございます。